こんにちは、佐々木です。本日は、メルカリ、商品の送り方がわかりません。商品発送の仕方を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速、行ってみましょう。YouTube から質問が来ましたので、ぜひ、回答させていただきます。えっ、ー、と、メルカリのパスワードですが、こちらですね。えー、画像から来たんですが、こちらです。 で、あの、こちらなんですけど、こちらのパスワードですね。入力する際ですね。どういったパスワードがっていうことなんですが、ぜひ回答させていただきます。はい。え、こちらのパスワードなんですが、スマホの画面ですね。これはあの、U パケットってなってるんですけど、メルカリも一緒です。なので、安心してください。で、あの、こちらですね。ここに ID の番号が出るんですけど、この赤枠ですね。このパスワードを、 この、ここの赤白ですね。このパスワードの番号をこちらに入力してください。そうしますと、こちらですね。こちらファインポートなんですけど、ファインポートからレシートが発行されます。ですので、そのレシートをレジに持って行って,行っていただければ、受付のどできますので、ぜひこちらにパスワードを入力してください。よろしくお願いします。LINE 登録お願いします。 LINE 登録していただきますと30分無料コンサル10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載しています。ぜひ楽しみにしてください。登録している際にニックに向かスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。